界で一番オープンなアッシュフォード学園の学園祭を始めます。スタートの合図はこの一声から。あの、いいんですか？いいの。ではやー、騒がしいな今日は。いらっしゃい、いらっしゃい。ブリタニアガールです。衝撃の問題作ドキュメントゼロ上映中。ロビン様の写真ありますよ。よければカレンはクラスの方に回ってくれないか。手が足りないらしくって。ああ、それぐらいなら。いや、振られるかビビるなよ、こんなんで。それにしてもルルーシュのやつ、ホラーハウスならホラーハウスと説明ぐらいしろっての。ふん、私に命令できるのはゼロだけなんだからね。ああ、またカップルか。もうこんなとこに目が使うなら全部そうすればいいのに。これ軽いけど熱いんだよ、グラス号の初期型並みに。だから早く早く早くしろ。 あれ大木さん、え、無事だったのか。おかげさまで。楽しいですね、学園祭って。狙い撃ちされてるの？ロイドさんに似てないか？やっぱり彼女一人だけに世話させるのは酷だったんだよ。はい、ピザは午後からです。こんなことやってる場合じゃないというのに。はい、演劇部だ。英検に話してはありますか？これではクーデターの準備が。ごめんなさい、絵が折れちゃって。軍人まで、たく平和だな。あら、あなたスザク君も。おい、お前、世界一のピザというのはどこで食べられるんだ？なんだ、いたのか。だから、世界一のピザ持って行ってやるから部屋にいろ。お前は嘘つきだからな。こんなことで計略は使わない。軍人やマスコミがいるんだぞ、見つかったらどうする。焼きたてがいい。変装道具を持ってこい。今、俺は学園祭とクーデターの仕切りだ。どうして学校の中まで。あ、私が。誰ですか、あなた。イレブンじゃありませんよね、名前は。この人は俺の。カレンか、ここは関係者以外は立ち入り禁止だから早く外に。大木、大木さんを見られた以上。まずい、ここで C2 を見られた。バーナー用のボンベでしょ、予備は確か奥の方に。あれ、カレン。あの、こんにちは。そっちに予備のボンベない？リバルが探してて。ああ、反対側じゃないかしら。そう、まったく面倒な。ギアスを使えばいいだろう。大ギア、よくわからない奴に使うのは危険だ。それに、他のメンバーは使用済みばかり。自業自得だな、安易に使うから。お前は、今の状況。ルルーシュいるの？だったら話したいことがあって。ひとまず、お前だけでも逃げろ。シャーリー、後でいいかな。俺、人騒ぎ起こします、その隙に。今さら、こんな時じゃないと会えないくせに。ああ、大変、パネルが。逃げて。ああ、そこで固まるな。処理、あの、ありがとう。無事ならそれで。でもこのスモークは。ガス漏れの検知用だろう。バルブが緩かったみたいだな。そんなことより、誰か助けてくれないかな。どうしたの？足元に、よくしている感触が。さあ、間もなく始まります、世界一のピザ作り。ちなみに、私の足元に控えているのが今回のためだけの特製オーブンです。素晴らしき予算の無駄遣い。わかってるって、シャーリー。ちゃんと時間作るから。だからビーハをステージのヘルプに。素材の準備も整ったようです。それでは紹介しましょう。フライングはアッシュフォード家のガニメデ。もう十分クラシックですが、しかし操縦するのは我が生徒会の風紀委員にしてユーフェミア殿下の父、
クルルギースーザー。あれ、もしかして。はい、イレブンも大勢来てますね。オープンな学祭ですし、スザクさんがいる学校ですから。それだけで。ええ、スザクさん、イレブンにとっては希望の星なんですよ。そう、第三世代ナイトメア、ガニメデ、先行のマリアンヌ様も使っていた機体だね。基本フレームのみですよ。イベント用のお人形です。マリアンヌ様の即興によって次世代競争から外された異端の機体。やっぱり結婚の目的はあれでしたか。わかりました。この人は異性という感覚がないんですよ。残念でした。概念は知ってるんだ。素晴らしい。どこまで大きくすることができるか。スザキ君、期待していますよ。え、ユーフェミア様。ユーフェミア様って。あ、どうしたの。あれか、本当だ、ユーフェミア様だ。ユーフェミア様が。ルルシュ、ナナリーは。悪いが、そうさせてもらう。ああ、副総督は正面入り口近くらしい。わかった、待機チームも手配しておく。カメラ、スタジオに繋げろよ。わかった。ユーフェミア様が来てるって。嘘、なんで。どこにいるの。危ない、走らないで、崩れると。